車の中からのシチュエーションは年に数回か数回しかないちょっとレアな感じなんですけども、今日は何をするかっていうとですね、カメラの北村さんの三原店の方に行って、カメラのねセンサークリーニングをしてこようと思って今走らせております。でね、この間ちょっとねカメラ使った時に Z6 かな使った時にちょっとゴミがねあって、ちょっと大きめので、ブロワーでぶっ飛ばしたらその大きいのはなくなったんですけどもね、絞り込んでチェックしちゃったら他のゴミも見えるじゃないですかで気になってしまって、で 850D の850と D の750はピント調整もしたいので、ニコンのねメーカーの方に出そうかなと思って、年末年始にねちょっと分けて出そうかなと、あとレンズもねピント調整したいなと思っておりまして、で Z6 はミラーレスなので、ピット調整っていうねことがないので、センサークリーニングだけねしようと思って、今向かっております。はい、で一応ホームページを見ると、なんて言うんでしょう、いつ来ても大丈夫ですよっていう風に書いてはいるんですが、まあそのセンサークリーニングをするね担当の方とかいらっしゃらなければあれなので、一応行く前に1本電話入れて、これから行きたいんですけどもセンサークリーニングできますかっていうので確認取ったら大丈夫ですよっていうので、今Z6 を持って向かっております。はい、細かい注意事項がちょこちょこ載ってたんですけども、一応バッテリーがね 50% 以上残量残してくださいよとか、もろもろあるので、また後でちょっとホームページの方概要欄貼っておきたいと思います。はい、であれです、ゴミチェックの仕方なんかざっくりやろうかなと思ってるんですけども、まあ白い壁もしくは空に向けて一番絞り優先で、マックス絞りだいたい F22 とかぐらいまでが、まあ、絞らさると思うんですけども、絞らさる函館弁かなで、ISO感度はなるべく低い方がいいです。あんまり高いと、その ISO 感のね、こう高感度にした時のノイズなのかゴミなのかが分からなくなるので、まあ、4500以下の、まあ、ISO 感で、まあ、撮ってくださいと。で、まあ、ざっくりチェックだったので僕はそのまま窓からベッて空を撮ってマックスにして撮ったのが、一応先に差し込んでおくか、こんな感じになっております。どうぞ。はい、結構映ってると思います、ゴミがあ、結構映ってるねっていう感じですね。でいつもね銀座のニコンに持ってってはいるんですけども、もうねコロナで約2年ぐらい東京に行けてないのと、銀座のニコンでそのメンテナンス業務をやめてしまったので新宿まで行かなきゃならないと、いうのがありまして、でまあピント調整もあってレンズもあってってカメラいっぱい持って新宿まで行くのもなかなかしんどいということで、もう今後はねニコンのメーカーに直送して、やってもらおうと、いうことにしました。はい、ただ Z6 に関してはピント調整っていう概念が基本ないので、センサークリーニングだけなので、地元のね、カメラの北村さんみたいなところでセンサークリーニングをしてもらおうという感じの、まあ、流れでございます。はい、で、さっき見た通り、ライトルームで取り込んで、まあ、見た感じこのぐらいのゴミの量だったんですけれども、これをね、一番下にね、可視化するっていうボタンがあるので、下のね、可視化をするを押して、で、左右にスライドがあるので、ちょっと見やすい位置にスライドすると、より一層、まあちょっとね、空を撮っちゃったんで、曇りの日にね、雲のあれなのかゴミなのかっていうのもちょっと分かりにくいんで、また真っ白い壁の方が分かりやすかったんですけど、可視化するとより一層ゴミが、分かるんじゃないかなと思います。はい、可視化した感じがこんな感じですね。さっきよりも少し、ま、見えるゴミが増えたので丸の数も少し増えていますが、で、まあやっぱりね一回見て気になってしまったので、まあ、早
にやってしまうということで、今カメラの北村さんに向かっております。ちなみに今撮ってるのは GoPro Hero 10、しかも内蔵マイクだいぶマイクにした方が音良かったのかなと思いながらも、もう内蔵マイクで、ほぼオートで1080の60のオートで撮っておりますので、というわけで、北村、カメラの北村三原店さんへレッツゴー。ということで、カメラの北村三原店さんに到着いたしました。ということで、行って受け付けてやっていきたいと思います。撮影許可ねいただいてないので、動画は一旦ここでストップ置いてきて、多分30分1時間わかんないですけどもかかると思うので、その状況なんかをお伝えできればななんて思ってますので、カメラ置いていきたいと思います。はい、ということで受け付けてまいりました。はい、チェック項目もろもろありまして、センサークリーニングのサービスは動作保証するものでありませんなどなど、もろもろチェックして、名前と電話番号ともろもろ記載して、お金は受け取りの時でいいということなので、今まだ払ってないんですけども、時間的にはだいたい1時間ぐらいという話なので、今だいたい11時なので12時までにはっていう話だったので、まあお昼ご飯食べて何して戻ろうかなと思ったので、まあ12時半とか今から1時ぐらいまでには取りに来ます。まあその前に終わったら電話くださいということで、その前に終われば電話かけてくれるそうなので、電話来たら取りに行きたいと思います。その間どうしようかなっていう感じで、ちょっと蔦屋に行って用事出して、まだちょっとね11時なのでお腹空いてないので、ちょっとどっかでカフェ的なところで時間潰しのご飯をちょろっと食べて、カメラを受け取りに行きたいなと思います。というわけで、カメラの北村さんに行く前に、ココイチでお昼ご飯を食べてと言ってもですね、カメラの北村三原店の真隣がココイチというね感じだったんですけど、隣でカレーを食べて、まあ、時間ちょっと潰して、カメラを撮りました。で、受け取りの時に、F11 と F22 の時の、ゴミの映り方、見せてくれて大丈夫ですかっていう確認をしました。映ってなかったです。まあ、家帰ってからもちょっとね、やろうかなと思ってるんですけれども、というわけで、無事カメラ引き取って、そこでお会計して、終わりました。まあ、1時間ぐらいなので、まあ、気軽に行けるかなっていう感じがします。はい。ただね、担当の方がね、もしいらっしゃらなければ、まあ、多分翌日取りに来てくださいとかになるかもしれないので、ホームページではいつでも受け付けておりますという感じにはなってますけども、行く前に電話1本入れていった方が、いいんじゃないかなと、勝手に思っております。というわけで、このまま一旦お家に帰りたいと思います。はい、ということで行ってまいりました。一応家に帰ってきてからちゃんと白い壁に三脚に乗せて撮ったやつがこちらになります。どうぞ。ね、もうほとんど見えない、ない感じに綺麗になっております。はい、で可視化したやつがこちらです。どうぞ。可視化するとね、さすがにちょっとコミ見えますけれども、つぶ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 ってね見えますけども、まあまあ普通の状態で絞り込んで映ってないので、目に見えなければ OK というところでございます。はい、という感じで、一応まあ予約ではないんですけども、事前に電話して行ってきました。で、まあ混んではいなかった
った感じなのか、まあ、1時間くらいでできますということで、ブラッとしてお昼ご飯食べてから受け取ってきました、はい、で3300円とで、ボディも綺麗にするとプラス1100円でセッティングリスとかもなんか塗ってくれるらしいんですけれども、まあ、僕はそのままあの3300円のセンサークリーニングだけ、それでもなんかちょっと綺麗になってるので拭いてくれたのかなと思います。ありがとうございます、はい、というこんな感じで、初めて、今までずっとね、ニコンの銀座メーカーでやってもらってたんですけれども、なかなか行く機会もタイミングもなく、とは言いつつ来年の1月オートサロンで東京行く予定なんですけども、銀座でメンテナンスしてないので、さっきも言った通り新宿行かなきゃなんないのがすげえめんどくさいので、まあ年末年始に850、750もろもろ手持ちのニコンレンズは送りでね、センサークリーニングとピント調整っていうのもしてほしいというのがあるので、こっちはメーカー送りにしようかなと思っております。750がね F8 ぐらいで結構でかいゴミがあるのでね、なるべく早く出したいんですけどもね、出してから2週間ぐらい帰ってこないのと代替機がないので、まあなんとか乗り切ろうかなと思っている感じでございます。はい、ということで今日はカメラの北村さんの、函館三原店さんに Z6 のセンサークリーニングをしてもらうために行ってきたというお話でございました。一応ブログもまたね復活してこうやっていこうと思ってるので、概要欄ブログを貼ってますので、ご興味のある方は見てみてください。というわけでミヤチャンネルでございました。それでは。